夜の二人高村幸太郎恵子私たちの最後が餓死であろうという予言はしとしとと雪の上に降るみぞれまじりの夜の雨のいったことです。智恵子は人並み外れた覚悟のよい女だけれどまだ餓死よりは火あぶりの方を望む中世紀の夢を持っています。 私たちはすっかり黙ってもう一度雨を聞こうと耳をすましました少し風が出たと見えてバラの枝が窓ガラスにつめを立てます